はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。12時半をちょいと回りました。5馬始まってますね。ですね、プラス178円ですね。今始まった瞬間プラス179になりました。どうなんでしょうね、これ。今日でですね今週終わりです。プラスでいけるかどうかというところですね。はい、行きましょうか。ですね、あとですね、ドルウォンですね、はちょっとだけ押され気味かな。1368と、まあ昨夜1370台に行ってましたから、あですね、まあまあ押し返してはいるんですけども、今日今朝始まってからはやや押され気味ですね、ウォン安方面に。さて、本題はですね、大起源でございまして、昨日出た記事ですね。垂秀夫前駐中国大使、台湾で受勲、要は勲章をもらったということですね。日台関係推進に頼清徳次期総統も期待ということでございます。ね、なんで受勲してんのと、台湾からなんか勲章をもらうと。ちょっと読んでみましょうか。垂秀夫前中国大使は9日、長年にわたって日台間の友好関係を推進してきた実情から、実績から、台湾の蔡英文総統より勲章を授与された。垂秀夫氏は自身と台湾の深い縁に言及し、今後も日台関係の強化に尽力していく考えを示した。次期総統の頼清徳氏とも会談し、就任に向けた祝意の意を表した。垂秀夫さん、前中国大使、前中中国大使です。この方がですね、安倍晋三さんが、彼は国士であるというふうに言うたぐらいにですね、心のしっかりとした方でして、中国に対してですね、一歩も引かなかったと。約3年弱ですかね、中国大使でいらっしゃったんですけど、ちょっと早めのですね、退任でした。で、このですね、やっぱ中国からやっぱり意味嫌われてるんですね。じゃあきちんとものを言うんでですね、で早く辞めろというプレッシャーを岸田政権にかけたようですね。それに岸さんがですね、はい、わかりましたと言うて、情けないでしょ、この岸さんが。で、これは単なる噂ですけども、1年ほど前にアステラスのですね、30年近く駐在した社員が突然逮捕されましたよね。そのアステラスの駐在員はですね、もう垂秀夫さんと仲が良かったと言われてます。垂秀夫さんは領事面会で2回行ってますね。その垂秀夫さんとの仲が良すぎたんでですね、プレッシャーかけるためにですね、逮捕したという話もあるくらいなんです。いや、ほんまかどうか知りませんよ。で、垂秀夫さんはそこで身を引かれたということやという解説の記事もちらっとどっかで見ました。垂秀夫氏は2度にわたって台湾に赴任した。あ、そうなん。経済や文化交流を促進するほか、現地で広い人脈を構築してきた。チャイナスクールなんですね、垂秀夫さんという方は。チャイナスクールの割にはパンダ派がになっていないという珍しいお方です。チャイナスクールでですね、北京で語学研修している外務省のですね、外交官は全員がチャイナパンダ派がにされてしまいます。そうされなかったという方ですね。第受慶星勲章のよう知らんけど、受勲に際して蔡英文氏は垂秀夫氏について、台湾の長年の良き友人であり、対日関係深化の重要な立役者であると称えた。外交において先見の明を持ち、日本政府による台湾人旅客へのノービザ措置の実施から対日青少年交流の推進に至るまで、日台の友好関係構築に大きな役割を果たしたと述べたと。まあですね、以下ですね、頼清徳さんと会談した話とかって出てますね。なんていうかね、台湾と仲良くするとですね、中央から嫌われるんですね。だからですね、政治家でも役人でもですね、なるべく台湾とは関わりたくないと、別に嫌いではないんだけどというスタンスの方があまりにも多いんですね。で、政治家の中では安倍晋三さんなんかがですね、いわゆる台湾とは仲良い派、大体
清和会っていう旧安倍派ですね、はどっちかというとですね、保守的なお考えの方が多くてですね、中国よりも台湾が好きという方が結構多くて、それをですね、きちんと表明される方がいます。安倍さんなんか典型的にそうでしたね。そういう人はですね、中国からは嫌われるんですで、政治家の中にはですね、あからさまに親中派っています。林芳正とか、二階俊博とか、あの辺はみんな親中派。というか、もう中国のエージェントです、はっきり言って。なんでですね、もう全然こう油断のならない連中で、何かというと中国の国益のために動いてるって、お前どこの政治家やみたいな人が割と多いわけなんですね。で、まあ、これからね、アメリカがですね、中国との対立を深めていますんでですね、日本は当然アメリカのポチですから、アメリカ様のですね、ご機嫌を損ねるようなことはできませんので、日本の中の親中派というのはですね、これからいたとしてもね、自分で私は親中派と言える雰囲気ではなくなっていくと思います。林芳正さんなんかはですね、自分で親中派らしい言動を一切しなくなりました。でも中身は慎重なんですよ。だってパンダハガーで行かれてるんですから。なんで、だんだん雰囲気的にはね、これからね、親中派であるということで、表明できなくなってですね、隠れ親中派はいてもですね、表立った親中派というのはもう活動が制限されていくと思います。でもアメリカは全部知ってますんで、こいつは親中派か、そうじゃないかっていうの。だから、親中派の議員はですね、アメリカからですね、敬遠されるということになります。林芳正さんが外務大臣の時ですね、1年半ぐらい勤めてましたけど、1回もですね、アメリカからですね、来てくださいっていうお呼びがかかったことはないです。それは行きますよ、行くんですけど、アメリカからは招待されたってことはなかったと私は記憶をしています。英語達者なんですよ、林芳正さんって。通訳はいらんぐらいに達者なんですけど。でも、アメリカからはですね、よろしく思われないと。そういうことになりますね。で、垂水さんのようにですね、親台、要は台湾と仲がいいと、別に、親台ということではないんでしょうけど、台湾と仲がいいと中国には思いっきり嫌われるというのになりましてですね、まあ、それでもですね、ちゃんときちんと日本大使をお務めになってですね、で、今度は台湾から勲章をいただいてると、いい話やん、これ、と思いますよ。これから台湾から勲章をもらったら自慢しなあきませんよ、俺は台湾から勲章を持ってんぞと。で中国のですね、ハニトラを跳ねつけたら、やっぱりそれも自慢しなきゃいけません。中国からな、ハニトラしてきよってんとかね。いや、だから北京に行かんことですね、外交官パスポートを持たない人は。いや、ハニトラされるか逮捕されるかっていう危険があるわけですから、ですね、もう行かないに越したことはございません。10万人いるみたいですからね、北京じゃなくて中国全体に在留邦人というのは、いざというときその10万人は中国の人質になるんですよ。そのことを多分ですね、ご本人たち、その10万人の人々は全くこうリスクを感じていないんちゃいますかね。別にね、その今すぐどうのこうのはないですよ。でも習近平がその気になって、俺は台湾やって言うたら、もうその瞬間アウトですからね。すぐに帰ってこない、もう言うた後だったら遅いかもしれませんね。だから行かないこと、住まないこと、中国の意味はね、それが一番だと思います。台湾とは仲良くしましょうと、その方が僕はいいと思いますけど。はい、ということで、この大紀元ですね、今読みました。前半だけ読みました。一応貼っておきますんで、ご興味のある方は行ってみてください。垂水秀夫、前中中国大使、台湾で受勲、日台関係推進に来清徳次期総統も期待という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。